三剤調剤は数々の調剤技術の中でも最も薬剤師らしい調剤技術といえます。これを正確に的確にそしてかっこよく行うコツから伝授していきましょう。まずは漂量を始める前に天秤の水平、漂量皿の位置と四隅に誤差がないこと、0点および表示の戻りを確認します。その上で重量基地分動で表示値や直線性を確認してください。最近は分法といえば自動分法器で行うものと思われていますが、薬剤師であれば停電時や災害時などに備えて薬包紙で薬を包む技もきちんと身につけておきたいものです。包み方にはいろいろありますが、私はこうして包みます。最初は三角形に包む最も一般的な包み方です。三剤を中心に集め、まず三角形に折ります。頂点をきちんと合わす方法、少しずらす方法、このようにジグザグにする方法があります。ここではジグザグにする方法で包みます。軟膏の練り方を見ればその人の調剤経験がわかると言われるほど、軟膏を手早く美しく練り上げるにはかなりのテクニックが必要です。内服液剤は小児に処方されることが多いため、薬用量に特に注意が必要です。液剤漂量の主役であるメートグラスの使い方のポイントを押さえましょう。